それでは Nintendo Switch のマイクラのダウンロードが終了したので始めていきたいと思います。ダウンロード版にした理由は読み込み速度が速いらしくて、やっぱり一つ一つのローディングの時間を短くするためにダウンロード版にしました。購入するのもすごく簡単なので iPhone とかスマホとかさえあれば簡単に買えるっていうのもあってダウンロード版の方にしました。それでは始めていきたいと思います。この間の動画に使用版のマイクラ、Windows 10でやった動画も上げたんですが、それをやってみてやっぱりマイクラやってみたいなと思ってスイッチ版の方を購入してみました。スイッチ版にしたのは、そうですね、やっぱり持ち運んだりとかするのが便利なのでそうしました。このアイコンの表示値はゲームをオートセーブしています。アイコンが表示されている間は Nintendo Switch 本体の電源をオフにしないでください。マインクラフトへのようこそ。マインクラフトではマインクラソフトアカウントでコミュニティとつながることで PC、コンソール、スマートフォン、タブレットの垣根を越えてプレイできます。これの一番嬉しいところを教えましょう。無料なんです。アカウントをお持ちでない方も今すぐ作成して実績を獲得したり、リアルムズなどのサーバーに参加してみましょうということでした。無料でサイン。マインクラフトの世界を遊び尽くすために無料のマイクロソフトアカウントにサインインしましょう。別のデバイスでこのウェブサイトにアクセスしてください。そういうのがあるんですね。グリーンワールドが世界の名前です。デフォルトゲームモード、難易度、まずはノーマルでいってみます。いざグリーンワールドへ。作る。今世界が新しく生まれようとしています。どんな世界が待っているのでしょうか。どんな探検が待っているのか楽しみでワクワクしています。世界を生成中。おお、ここは山？あ、で、ちょっとまだコントロール操作の仕方が分かっていないんですけど、どうすればいい？あ、ここで道具を作ったりできる。あ、これは何ボタンだ ？ZR か、ZR で。フルみたいな感じかな。おお、これで、これが地図。お、羊だ。羊を見つけました。ベッドを作るのに必要なのでゲットしたいと思います。よし、 OK。 ごめんよ、ゲット。おう、家が建ってる。お、人が住んでいる。おお。すごい。畑を耕してる。入れない。見てて、してた。
これ村だ。木にもなんか作ってみよう。入れないのかな。お、入れる。おお。何の部屋だこれ。うわ、狭っ。チェストが置いてある。もらおう。これ夜ここで過ごすっていう手だな。行け。牛も飼ってるんだな。お、チェストだ。まあいっか。これ作業台わ、なんか来た。なんかいたような気が。いないな。おー、日が暮れてきた。やばい、村に戻ろう。ダッシュみたいな機能はないのか。アルパカ。これで夜を過ごしましょう。いた。眠る。お、おお、村人で寝れるのか。糸から出る。おお、朝だ。トフェア。私たちを探す旅に出るか。おいた。
よし、これで作れるのかな。作業台、うん、違う、使う。これか。白のウールと。割れた。割れていくつ？割れたじゃねえや。割れたじゃなくて、あ、そっか、まだ。これを一回。木材にしなきゃいけないんだよな。これでいいのか。え、今何個ある？ちょっと3つあるよね。あれ？これベッド作れなかった。あれ？ちょっとわからない。ZL。お、できたベッド。これ寝れるといつでも。あれ？溺れてる。助けることはできない。あれ、自分もこれ上がれないんじゃないか、もしかして。やばい。どっか行った。これ何も持ってない条件にするんで、どうしてんの。まあいいや。数字はもういい。探検。ダッシュできないのか。これは砂漠かな？
またこれ。またがれない。もう作った、もうとか作ったね。うわあ、金にどうしよう。ふざけて。ふざけどうすればいいの。曲がりに変なところに捕まっちゃったな。キス出しちゃったし。ちょっと待って。なんか置けない。ダメだ。出られないわ。これダメだわ。お。無理。壊れてる。お。ここに置くか。一番。それで、これだけでいっちゃってしまう。ここに置いてみるか、一回。ここじゃ意味ないか。壊れてる、これ。これダメだな。これ一回、一回。
さらば。そこで復活。お、出たところから蘇ってる。一応今回そうですね、やられてもとか力尽きても毒がなくならないようにちょっとチートしました。でも本家の人がこんなことやったらあれだと思うんですけど、まあ初心者なんでそこは見ました。パッ、はい、朝です。でここからどうするかな、エルクト、ま、ま、これま、雲いくら、もし戦おう、やべ、勝てねえ、勝てない、やべ、録音された、どこまでついてくるのこいつ、キャラは、なんか石の斧みたいな作りたいな。石ってどこにあるの？なんか焦げてできない。なんかゲットしてる？砂岩、なんかジャングルっぽいのあるな、あっちに。あれ走ってる？え？走れんのこれ？おお、走ってる、走れたんだ。サボテン、え、ダメージ受けんのこれ。お、なんかこれ2回こうやってやると、2回カーソルこうやってやると、で、やると、なんか出してくるっぽい。あ、これは。わかんない、わかんない。よく。ジャングルだ。あれ？ダッシュ。どこだ？ここは。やばい。どこか変な気がしてしまった。やれたー。またここからかい。間違えた。なんでつうさっきの羊またか、ちょっと待って、いろんななんかことがあるな。これなんかゲットできんのかな。お、食料がゲットできるっぽい。お、作ってる作ってる、今ゲットした分を作ってくれてます。これちょっとまた作るのかな。お、ちゃんと作ってくれてる、めっちゃ見てる。まあいいや。
今度から入ったことないかな。これチェストが売ってるところか。特に他に村人がここまで来てる。何してんだ。ギャング行ってみるか。あっちは海なのかな。何ゲットしたの今。何作れるの。作業台。ベッドさえ持っていれば怖くないだろう、どこ行っても。馬がいた。うん、こんな感じか。あれ、また違う村。ここにも村あんだ。砂漠に村ありました。猫だ。餌あげるとなんか気分。
に面白くはない。なあ、下が深いな。いるか。はい、グーッてパッ。え、まだか。いる。朝にならないの。寝ると朝になるんじゃないの。いつも朝にならないことあんの。海を打ってきてる。眠る。モンスターが近くにいるから寝ることができません。なんか撃ってきてるわ。いるわ、そこに。そこにいるわ。そこにいるわ。朝になるまで待つか。
書いてた。やれてた。これどう壊されてる。眠れない。使うじゃなくて眠れてない。使うってことじゃん。どう起こす。どうして起こしてばっか。眠る。モンスターが近くにいるために眠ることができません。結構もう朝に近いんじゃない。まだ。おいた。通ってる。特に何も起きないな。これは。うん。眠れない。誰に。朝になってきた。もう眠れないのか。モンスター近くにいるのかよ、まだ。あ、食料が。食べる。
食べる食べる、もう朝になってんじゃないかな。いけるか一回。あれ、姫についてんだ。いやーでもなんか怖かったな、さっきなんかモンスターがもう目の前にいたからびっくりしちゃった。ほんとなんかホラー映画みたいな感じで、扉を開けたらもうすぐそこにいるモンスターみたいな感じで、ちょっとホラー気みたいな感じでしたけど、特に寝れないのかな、ベッドあってもよくわかんないんですけど、雨が降ってきた。よし、じゃあ今日はここまで。ベッドとか新しいなんか動物ね、まあそれこそなんか馬とかね、白熊とかも見ましたけど、そんな感じです。ベッドとかも作ることできたんですけど、まだわからないことが多いのでちょっと調べつつ進めていきたいと思っています。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。